ではですね、塚原監督から天皇杯の意気込みをお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずはこのコロナ禍の中、私たちが活動できていることに、医療従事者の皆様、知事はじめ、各自治体の皆様、サポートしていただいていることに感謝いたします。ありがとうございます。先ほど近藤からもありましたように、天皇杯は、J リーグクラブと真剣勝負ができる唯一の場所ですので、今の僕たちの力がどこまで通用するかも楽しみですし、大阪の代表としてしっかり、元気と感動を与えられるようなそんな試合を繰り広げたいと思います。先ほどもありましたけども、しっかりベルマーレと出会えるように、1回戦を勝ち抜いていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。